こんばんは、堀田組です。大川大河です。今週も始めていきましょう。あだこだ、よろしくお願いします。さあ。涼しくなってきましたね。あったかくなってきてる。そっか、そっちだな。段階が、どっちかだな。どういうこと？その、あったかくなってきたを取るか、寒いから涼しいになってきたかを取るかだよ。あったかいだろ、全然。俺はもう、涼しくなってきたを取っちゃった。確かにあったかく、今後あったかくなるからあったかくなってきた。あったかくなっていこうよ。さすがに。心地よくなってきましたね、ですね。いや、そうだよね。うん、本当に。あの、さ、目黒川のさ、うん、桜？桜？うん。桜じゃなくて、あの、なんか、なんつうの？ちょうちんみたいなやつ。あ、はいはい。三角形のね。三角形の。うん、あれがもうなっててさ。そうなってる。うわ、もうその季節やんと思って。うん、なんかそこで感じた。春が来てるって。ってあれなんだ。ちょうちん。ちょうちんなんだ。ちょうちん全然出てこなかった、ごめん。ちょっとね、今日夜中に撮ってるから夜中が一番出るだろ言葉は。夜中になっとっちゃってるからね、うん、しょうがないよね。先週2回に分けましたけど、皆さんどうでしたか？大して何もないでしょう。別に変わりはないか。うん、今日はね、ちょっとギュッとね、できたらしよう。ギュッてしよう。温まるしね、ギュッてしたら抱き合おう。うん、うわ、アパッショナーと今メモ帳に書いてあったから言いたかった。急だと困っちゃうから俺。そう、なんかあった今週？いや、俺さ、最近毎週ちょ友達と、うん、朝7時から瞑想行ってるのね。毎週瞑想しに、うん、禅しにか。瞑想と禅、うん、禅はなんか違うらしくて、うん、まあとりあえず寺で、うん、7時から8時までやるのよ。うん、25分、5分休憩、25分って感じでやるんだけどさ、うん、で、5分の休憩があるわけ。で、だんだんね、慣れてきてさ、なんつうんだろう、この、あ、気持ちいいっていうのね、その禅の気持ちよさがだんだん分かってきて、で、やっぱきついの、でも、結構。そうだよね。うん、25分間何もせず呼吸だけするっていうからさ、きついので、だんだんね、なんか冴えてくると、うん、あ、この人集中してないなとか、うん、だからだんだん見えてくるの、視界、ま、目はつぶってる、目は開けたまんまじゃないとできなくて。あ、そうなんだ。そうで、それでやるんだけど、一点を集中してんのに、なんか全方向を見えるようになってくるの、だんだん。へえ、こうなんか俯瞰して見えるみたいな感じ、うん、で、一人めちゃくちゃ集中してない人がいて、うん、もうずっとガサコソやってて、ああやってるなって、ああ集中してないんだなって、もうこっちはね、もう悟ってきてるから、だんだん、うん、ああそういう時もあるよねって思って。で、そういう人って大体、うん、なんかもう前半でこう帰ってもいいの、別に。あ、そうなんだ。そう帰ってもよくて、うん、で25分終わってふーってなった時に、その人がやっぱこう、こう準備をね、うん、して立ったの。立って、そう、出てたの。で、だいたい、その、一応、座布団があって、うん、2枚あんのね。自分の座る場所に。2枚重ねで置いてあるの。うんうん、で、1枚を、こう、折って半分に。うんうん、で、一応その半分に折ったところに座って、骨盤を立ててね。あ、はいはいはい。で、あぐらをかいてやるんだけど、なるほどね、その、半分に折ったままだったの。その帰る人が。帰る人。あ、うん、あ、もうね。そこまで、ね、もう頭が回ってないんだと思って。うん、もう集中もできてないし。うん、あ、多分そうだよな、と思って。うん、まあ、最初っぽかったし、まあそうだよな、うん。俺もう2ヶ月、3ヶ月やってるぐらいだから、もう、はいはい、わかりました。わかってます、わかってます、うん。でもね、ちょっともうなんか、もうその、いいことをしたい精神に入ってきてるから。だんだんその禅とかやったやつね。大河が俺なるほどね。いい行いをしていきたいって思うからね。うん、それをね、あ、じゃあ、直そうと思って。ちょっと離れてたんだけど、うん、4個先ぐらいかな。それは休憩中に？休憩中に。もう出てったから。うん、こう直してさ、うん、帰ったと同時にそういうの人入ってきちゃった。戻ってきちゃってさ。みたいな。あれって。で、友達も、笑っちゃってるからさ、全く20、その後半の25分間、全く集中できない。もうそのことで頭がいっぱいいっぱい。もうね、恥ずかしいのと。恥ずかしいし、うん、笑っちゃうし、うん、で、ずっとごちょごちょしてるし、結局。何なんだよ。ごめんと。
トイレ行きたかったとかじゃないもんね。最初にごちょごちょしてた理由がちょっとトイレ行きたくて。とかじゃないからね。で、休憩の5分で出ていたとかじゃないもんね。その後の後半もごちょごちょしてたのね。ほんとね。いや皆さんね、ちょっといい行いしようとするときに、ちょっと調子乗るとね、そういうことある。確かにな。ちょっとね。やりすぎちゃう。やりすぎちゃうから。ちょっと俯瞰してね。うん、そうね。ほんとにこれ、今、行くときかっていうのね、うん、ちゃんと見極めた方がいい。俺も倒れてる自転車とか、いつも立てるんだけどさ、はいはいはい、立て終わった瞬間のちょっと整えてるところを戻ってきてその持ち主が、はいはい、えみたいな顔されたあ違いますよみたいな、取ろうとしてませんよみたいな、これなんか倒れてたやつを立て直しました感を出しながら、なるほど、ね、傷とかついてないかなみたいな感じでやるけど、あるからね、はいはい、そういうタイミングがね、そのタイミングね、恥ずかしい、うん、恥ずかしかったなマジで。しかもさ、なんか、いい人ぶった感じになるじゃん。確かにな。特に。その、善を捨てる場所では特にな。うん。場所で特にさ、うん、あ、もう、なんか、やっちゃってるやつみたいな。こいつ、なんか、善をしたことによって、俺は変わるぞ感がすごい出てるみたいな。そうそうそう、変わったぞ感。うん。変わったからみんな見てみろ、俺の動きを、みたいな。恥ずかしいな。恥ずかしい。それで見せつけるわけじゃないんだけど、別に、うん。俺は本当に気になったからやっただけなんだけどさ。良かれと思ってね。そうそうそう。そういうことの連続だよな。いや、人生って。恥ずかしいよ。うん、だから先週俺がさ、うん、怒ってたじゃん。あの、コンビニの店員とかに。ああ、怒ってた、ね。ああいうのもさ、あの、一応概要欄にはなんか書いたけどさ、ああいうのも、あの人も嫌なことあったんかなって考えなきゃダメだよね。そう。裏でずっといたというか、発注ミスとかで、めちゃくちゃ対応してて、みたいな、うんうんうん。200個のところ2000個注文した。やばいやばいやばい。早く、早く送らなきゃっていうのでやってたのかもしれないなっていう、ね、その想像力が足りなかったなって思った。反省した、ね。俺は家で。いや、それは素晴らしいよ。なんか、あれらしいよ。その、最近仏教について調べてんだけどさ。うん、どうしたの仏教について調べたんだけど。出家すんの坊主にした。俺、坊主にしたことにより、そういうのが芽生えて形から入りすぎてるじゃん。形から入るってめっちゃ大事だぞ。うん、確かに。いや、お前入ろうとしてないだろ。入ろうとして、いつの間にか入ってたんだ。形が先に入っちゃった。入っちゃったね、うん。だけど、なんか、その、やっぱ怒らないって、一番すごいらしい。やっぱり。そうだよ、ね。結局。なんか、1位が、仏だもん。如来、うん、?1 位が如来で、うん、2位が、ちょっと忘れちゃったけど、うん、で3位の天明王ってやつがいるんだけど、その明王はもう怒ってんだって。で天か、3位が天で4位が明王らしいんだけど、うん、明王の人はこうしかめっ面で、ああなるほど、みたいな、そういうよくある像、そうそう、金剛力士像とかいるじゃん、その辺のね、うん、そういう人たちはまだその俺らに近い存在なんだよ、うん、やっぱどれだけこうなんかされてもこうスンってこう大事だよな、大事、その認める、そう、受け入れる、やっぱどうしてもな、人間と生きてると、え、お前仏人間と生きてると私は違いますけどみたいなやべえ、危ねえ危ねえ、バレるバレる、まあ、なってるやん、バレちゃうとかだった、本当じゃん、その人々この世界なんて言ったらいいんだっけ、ちょいちょい、人間、まあ人間なんだけどさ、人と関わってると、あ、それでいい人と危ねえ、ちょいバレてる人間だし、やっぱ人と関わってるな、人と人だからな、うんうんうん、どうしても歪みが出てきてしまうけど、出てきてしまうけどなんかちょっと日本語おかしくなる、分かんなくなってきたよ行こう、もうオープニング、うん、オープニングはもう来てるけどね、あ、ごめんはい、ということで、はい、行きましょう、もうすぐ37回目です、はい、今日 LINE した、あの、40回目にあれしようっていうのは、あれ50回目って言ってなかったの、あ、50回目だ、うん、50回目にしようっていうのは覚えてる、覚えてますよ、どうする、やりましょうよ、 OKOK、 ぜひぜひ、わかった、ということで37回目になりました、今週もよろしくお願いします、37回目、あ、なんて言うの、なんて言ったっけ、37回目の、合ってるわ、37回目のあだこだ、ということで本編に入りましたけれども、本編に入りましたけれども、2回言った、大して別に本編らしい話はしませんけども進化、オープニングでいいんじゃないかっていう感じですけれども
そこね、分けることに意味がある。今日は、はい、じゃあ、一つの議題について持ってきましたので。あ、持ってきた。一緒に考えましょう。はい。これは素晴らしい。これは多分、本当に世界で語り合える。大丈夫。もう世界中のみんなと語り合える議題じゃないかと、僕は思うんですけど。うん、はい。果たして、果たして、空ってどこから空なんだという話。なるほど。なんですよ。確かにね。宇宙見えてからじゃね。宇宙見えてから。こう黒いさ、その。でもさ、はい、こう光があるから今ここは暗くないけど、真っ暗だったらさ、もうずっと黒じゃん。目の前まで黒じゃん。いやでも空はさ、一応あるじゃん。でもそう、だからその空が、どこから空としてんのか。いや、そう、だから地球があるわけじゃん。地球はあるよ。だからその、地球がさ、こう、ピッていったらさ、だんだんさ、黒くなっていくやん。地球がピッていったらだんだん黒くなっていく。地球がさ、語彙力。地球からさ、ちょっとずつさ、こう離れていけばさ。もう外に出るってこと？外に出る。大気圏の外に出るってこと？うん、大気圏。それはもう宇宙だよ。いや、宇宙でしょ。宇宙じゃない。空って言ってんの、俺は。で、それが見えたらもう空がね。その見える見えないはさ、だから上を見たら絶対見えるじゃん。でもその上は絶対に空なわけよ。でもこう目線を下げていって、あっちも空、あれも空、あれも空、あれも空ってなったら、あれどっから空ってなるわけよ。なるほどね。確かに。でしょ。だから空とその俺らが過ごしてるこの空気ね、それの境目ないじゃん。確かに。だからもしかしたらここも今このここも空なのよ。今この目の前、ね、俺らの目の前の世界も空なのかもしれない。ああ、なるほどね。どうも。雲の下、上からじゃない。雲の上から。うん。空。うん。雲って日によって高さが変わるわけじゃない。そうね。じゃその日によって空は変わるんだ。場所、境目。境目は変わる。変わる？てかなかったらもう空はない。え？空ってないの？も逆にね。逆に。空ってないのか。全部が空なのか。だって、空って、空って書くから。くいや、でもマジでそうじゃない？かもしれない。なんもないよって。空。なんもないよって言ってんのかもしれない。空だよって、空っていうのは。うん。うん、なんもないぜって。はあ、すごいな。な、どうしようね。驚いちゃってるじゃん。すごいな、それは。確かに。いや、いいね。今の、いい。今良かったね。今の素晴らしい答えだと思う。今、すっきりしたもん。すごい。これは結構世界を揺るがすと思う。だから漢字ってすごいよな。そうね。本当に。そうなのよ。だまあ、またさ、仏教の話になっちゃうけど、仏教というか、うん、かそういう木の話。木？木。まあ、あの、気持ちの木？気持ちの木。うんうんうん。まあ、空気の木とか、うん、その、エネルギーが。そうだよね。まあ、木ってエネルギーということを仮定したときに、うん、元気って、みんな本当は元気だって。そう。言ってて。なんでかって言ったら、その、元に戻す木だから、元気だって、うん。元の木ね。元の木だから。でそれがなくなってるか戻せてるかっていう、ゼロかマイナスかの話だからっていう。だから元気がゼロなんだ。そう、だから元気はもともとある。だからゼロが元気だから。じゃあもう元気100倍ってゼロなんだ。そう。じゃあアンパンマンってバカなんだ。バカ。元気100倍って言ってるけどあれ結局ゼロだからね。そうそうそう、かけても、ね、ゼロかけ100やってるから言ってるゼロだから。うん。そうそうそう。だからすごい元気って言ってもゼロなんだ。そう。元気のマックスは決まってんだ。決まってるらしい、どうやら。なるほどね。でも確かに、それもそうかもって思った。気、うん、ってね、本当にね、気持ち。病気もさ、よく言うじゃん、病は気からってね。うん。でもそれもエネルギーからってことでしょ？そう。すごい。気持ちの気ではないんだ。病気の気は。で、病は気からって言うけど、病は気持ちの問題って囚われがちじゃん。はい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 、病は気からって。で自分の気持ちが、でも気持ちももしかしたら気なのかもしれない、もはや。確かにな。気の持ちよう。そう、気の持ちようだから。気の持ちようか。なんて言ったって。アイドル。どれだ、ごめん、なんて言ったってって言ったから、お前が。なんて言ったってって言ったら、アイドルだろ、お前。そうなっちゃうだろ。ごめん、ごめん。俺もごめん。
どっちも悪いわ。木ね。でも俺さ、うん、まあ、これ最後に話そうかなって、軽く話そうかなって思ったんだけど、うん、アクタージュって漫画知ってる？はいはいはい、あの演技のね。そうそう、芝居の。でもう今事情あって連載終わって、途中で終わっちゃったんだけど。あ、そうなんや。うん、その俺それを養成所の時にまあ読み始めて、はいはい、ドハマりして、ね、ドハマりして、してたよね、うん、もう何回も読み直してるよ、うんうん、それを昨日ちょうど読み始めて、うんうん、1巻から12巻まであって全部読んだんだけど、うんうん、はいはいはい、その途中に出てくるのよ、なんかまあメソッド演技をしてんの、そのうんうんうん、あの天然でね、やろうとしてるんじゃなくて、やっちゃってんだ、もう自分の才能でメソッド演技をしてんの。いや、えぐ。そう。でも経験したことないことは全くできないのよ、その子は。なるほどね。だからこれ経験したことないってなった時に、うん、今度貸してあげるけど、うん、一個神様になるの。神様になるの。そう、自分が神様の役をやるの。ああ、そういう演技、まあ、人間じゃない、ね、人間じゃない役をやるの。はいはいはい。孫悟空いるじゃない、はいはい、ドラゴンボールじゃなくて普通のね、そう、猿の方の香取さんの方ね、そう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 、香取さんのやってた孫悟空のに出てくる一人のなんか女が女性がいて、その人が、はいはいはい、なんかあの白い服着た人だ。え、違う、仲間じゃない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 、まあ敵っていうか、まあ敵なのか分からんけど、うん、そことは違う、いるんだ、いるんだけど、うん、それがなんか雲とかそういうのを操れる、ほうほうほう、その一個のなんか内輪みたいなの持ってて、それを仰いだら雲がふわって開けたり、お炎がブワーって舞ったり、ほうほうほう、っていうのをできるんだけど、女性が本当に想像力だけでやって、うん、自分のもう入っていって、うん、どんどん入っていったら、うん、手をパッて前にやったら、うん、雲がふわーってリアルに、そう、でもそれが偶然かもしれないけど、そのタイミングでなったと、うん、はいはいはい、でもそれを信じる、自分がやったんだって信じることが大事だって、うん、なるほどね、だから気持ち、うん、そう、本当に千鳥の大悟さんが言ってたけど、うん、多分カメハメハって出るマジで、いやいや確かに、ね、やった人いないからね。そう、でもそれはみんな諦めてんのよ、うん、出るの絶対、はいはいはい、本当に気じゃん、あれもドラゴンボールの気じゃん、元気玉とかね、言うね、気をグーって集めてバンって出すやつだから、その気だよね、エネルギー、確かに聞いて大事だよね。そう、本気になればできるの。本気の気。本気になれば本気の気もね。そうだよ。本気なんて元の気だからね。それも。根幹の気っていうことなの。根気もあるよ、でも。根気もある気多ね、多いな。俺ら、人間って気なのかもね。え、だってさ、ほら、実はさ、そのさっき言ってた空ってみたいな話でさ、うん、人間ってさ、ほら、何千個の、その、粒子でできてるとか言うじゃん。うん。とか考えたらさ、俺らが勝手にさ、ここがさ、俺らの、ね、手だって思ってるかもしんないけど、うん、そう、すごいマクロの視点で見たら、あ、ミクロか。ミクロの視点で見たら、うん、その空気と手の境目なんてないのかもしれない。ああ、確かに。本当だね。もしかしたら。その、集まってる、この、キュッて集まってるだけで、そうそうそう、これね、分散した手があるんだ。いや、実はね。てか、それがオーラなのかな。いや、そうじゃない。だから、うん、だから、その、でかく見える人はさ、うん、確かに、ね、そこまでが自分になっちゃってるわけじゃん。だから、堂々としてるとか、なんか、迫力あるなって人はさ、ここから出てんだよ、多分。でも出ちゃって。延長してんだよ。その手とか、肩とか、頭、もうここの辺も。いや、多分、で、ね、それが多分自信とかに繋がってくる。そうだね。自信がある人は多分その自分出てくるんだから、もう出ちゃってんの。まあ、寄ってくるんだ。寄っちゃってんだよ。寄ってくるんだね、肝。うん。で、エネルギーがもうパパパパパってついちゃってるから。なるほどね。私もちょうだいって。そう。大好きってなるから。で、ちょうどアクタージュを読んで思ったことは、自分を好きになろうって思った。いや、ほんと。ほんとに。メモしてるから。いや、結局自信をね。自信と自己愛。うん、出ちゃうからね。これ芝居をしてて出ちゃうからね、自信って。いや、出る。自信がない時って。で、自信ってどう作るかって言ったら、自分を認めるか認めないかに入ってくるから、そう、結局自己愛になるっていうね。そう、面白いですね。で、あと自分の好きな自分になろうって思ったね。あー、なるほどね、うん、あー、なんかタイガがよく言うさ、いや、ダメじゃん、こんなんじゃダメだみたいな、うん、それを好きになるのもありだけど、自分が好きな自分をまず思い描いて、うんうん、それに近づくようにやれば、自然と好きになってくる
まあそれも好きになろうとしなくても、うんうん、あ今日の自分だんだんね、その今日の自分いいぞとか、うんうんうん、帰ってすぐシャワー浴びれたとか、はい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 、そういう理想があるから、その時にそれの積み重ねでどんどん好きになれるのかなって。いやそう、最近っていうか思ったんだけど、うん、いやまず嫌いな自分を認めるってなるじゃん、うん、まず、うん、自分を好きになるためにまず嫌いな自分を認めよう、うん、で認めていくじゃん。でそうするとだんだん怠惰していくわけ。怠惰ね、怠惰していくわけ、うん、で結局自分が決めたことを守らないといけないっていう、結局そこに入ってくっていう、うん、で結局そのだから嫌いな自分を認めるだけじゃ自分のこと好きになれなくて、その自分が設定したものをちゃんとやることで自分を律することでようやく自分のこと好きになれるんだなって、うんうんうん、結局戻ってきた。前までその自分で律してこれじゃダメだこれじゃダメだって言ってね、自分を痛めつけてきたけど、最初で最近そのあ嫌いな自分を認めていこうと、で結局でもやることはやれよっていう、そのそこに入ってくるっていうね。大事です、大事ですね、これ大事、一番難しい。そうだから俺は自分を好きになることを目標にしてる。その本を読んで、いやそれは本当にすごいね、うん、俺はさ、なんか一応演技習ってるからさ、そういう風にさ言われてるから、うん、わかるけどさ、それを自分で導き出したのすごいね。導き出せるよ、それすげえな、貸してあげる。マジマジ、アクタージュがすごいのか、燃えてるから俺今。いいね、やばいから。いいね、うん、燃えていこう、燃えてる。いやー面白い、自己暗示だもんな、自己暗示だし自分を知ってくっていうね、うん、そう旅ですから。で経験も少ないから経験しに行こうと思って。そうそう、あの俺今そのレッスンでね、うん、その女装知ってる人をやってる。あーやってたね。そうで女装して、その本当にあった話なんだけど、うん、その外交官の人を、うん、まあ、誘惑して、うん、ねで愛人にまでなって、お、はいはい、そのタイプが女性になって、そう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 、その女性が、これ実際にあった話なんだけど、うん、実際にあった話で、うん、その女性の人が誘惑して、うん、愛人になって、うん、子供まで作って、子供まで、うん、うん、で蓋開けてみたらその人は男で、スパイだったっていうリアル話があんので、それをやるんだけど今度ね、今だからすごい女装をしてんの、うん、すごく、うん、でねパンティーをね買って、ちゃんと、うんうん、なんでパンティーって言うんだよ、女性下着だからやっぱパンティーでしょ、パンツでいいだろ別に。いやパンティーだろ、パンティーだけど女性用下着はパンティーだろ。そうなんだ。そうだろ、女性ものがパンティーなんだ、うん、男性ものはパンツ、パンツでパンティーとパンツ、あそうなんだ、知らない、そこで分かれてんだ、俺の中であるんだよ。パンティー、ちゃんとパンティー買って、はい、ねブラも買ってつけてね、うんうん、やってるとさ、でしかもだんだんその誘惑してったけど結局その人の子も好きになっちゃうの、うん、あそうなんだ、うん、で俺男いけんのかなって、あ俺どうなんだろうみたいな、うん、なってて今、なんて言ったって俺父親からお前は本当にゲイな、本当はゲイなのかって言われてたぐらいだし、うん、あまりにも彼女ができないから、できないさせてね。よく言われがちだよな、男の人でさイケメンだとさ。自分で言うわけじゃないけど、なんか彼女できてないって、どのぐらいないの、行くどのぐらいです、うん、え男の子が好きなのとか言われるがちだもんな。特に上の人にね、そうそう言われがちなんだよ、うん、俺は全然受け入れるよ、受け入れる、うん、タイガがそうなったとしても。あ、ほんと、うん、ずっと友達いてくれる、当たり前だろ、ありがとう、関係ないから。好きでもごめん、俺はまだそっちの世界は開いてないから。あ、そう、でもなんか本当に、いや今日もそのレッスンやってきたんだけど、うん、本当にいや面白いんだよね、女なの完全に、うーん、完全に女だし、もうなんかそのね可愛い子がいても、あなんか友達だねふんみたいな感じになるの。へえ、おもろいなと思って、すごい発見だね、いいじゃんいいじゃん、それね、挑戦ですね、新しい、はい。何の話、まあ別にいい話じゃん、うん、よかったよかった、何の話。どの話からこうなった。
いやね、自分を知ってくって話からね。ああ、そう、自分を知ってく。俺のアクタージュの話か。うん、そうそうそう。とりあえず今度貸してあげる。マジで。12巻。いや、結構前からさ、貸してくれるって言ってるよ、ね。え、言った？うん。あ、ほんと？3年前ぐらいから聞いてる。言った？ちなみに。うん。あ、じゃあ、マジで今度持ってくる。うん。マジで持ってきて。俺、ま、なんなら、もう一回1巻から読み直そうかなって思ってるぐらい。今読んでんでしょ？読み終わった。あ、もう読み終わったの？早っ。うん、昨日夜通し読み終わった。ゲップしちゃった。なんてでしょ？びっくりするとゲップ出るタイプ。珍しい。貸してあげる。うん、ちょ貸して。マジで燃えてくるよ。じゃあマジでさ、そのでも俺漫画のさ読み方全然分かってなくて。え？漫画の読み方。最近ね気づいたんよ。俺ジャンププラスをさ最近購読した。はい、はい。やっぱちょっとあのワンピース見たいなと思って、読みたいなと思って買ったんだけど、やっぱどうもね入ってこないんだよね。俺ね、でも俺は携帯で読むと入ってこない。あ、そういうのもあるかも。 俺ある。それだ、手で紙で読むと入ってくるんだけど、めっちゃ集中できるんだけど、携帯で読むと俺なんか途中で、あーってなる、疲れる、頭痛くなるし、途中でねこう半分になってる、あーはいはい、こう見開きで書かれてるのを、うん、こう半分で見ないといけないわけじゃん、うん、あるね、あれ本当にやめてほしい。ちょっと冷めるよね。うん、ちょどうにかしてほしい。まああれは仕方ないよ。だって紙がメインだから。じゃあ iPhone が悪いのか。紙ありきでの、まあ、そういうアプリだから。そうだね。まあまあまあ。いやそれをねちょっとね。いや今なんて小説とかもさあるじゃん、電子書籍とか。はいはい。電子書籍か。はいはい、書籍ね。電子書籍とかあるじゃん。めっちゃ流行ってるけど、紙派も圧倒的にいるわけじゃん。いやいるね。で俺は。紙がいいとかそういうのじゃなくて、紙じゃなきゃ読めないタイプ。ああ、へえ。そう。もうマジ携帯入ってこない。いや、入ってこないよ。うん、あ、でもそうあるわ。俺もさ、うん、台本とか絶対に紙にするわ、俺。台本マジ入ってこない。台本やばいよね、うん。入ってこなさ具合。うん、何なんだろうね、あれね。ね。なんかあるんだ。あとまあ別に誘惑があるからね、携帯を持ってると。まあまあ、それもあるから。携帯、その台本だけじゃないからさ。うん、他のものもありきで台本があるから。いや、でも違う ね。紙だと思う。それだけに。集中できる。その一個の、あれしかないからね。情報しかないからね。こう、物として扱ってんだろうね、ちゃんと。うん。いや、紙ですよ。向き合うぜっていう。やっぱ紙ですよ。確かに。それはあるかもな。うん。はい、というね。というね。はい。話をね。という話、どういう話しました？結局、結論。空は、空。ということでしたね。いやーマジですげえな。ちょっと昔の人ちょっと震えたね。うん。面白い漢字とかもね、ちょっとあれしよう。和訳とかもすごいからね。いや英語を訳した。いや俺でもね、偽物がさ人のためなのがちょっと気に食わない。確かにな。人のためって書いて偽って書くもんね。そんなのか、うん、でも俺嬉しいっていう漢字が女性を喜ばせるで嬉しいってのは大好きなのよ。一番好きだから俺。ああそれいいね、うん、確かに。はいっていう話もいつかやっていく。多分探せばたくさんあるし、うん、そう意識しだすとどんどん見つけてくるから ね。って感じでーす。あこうだこうここここうだあだあだこうだあだこうだ。はい、エンディングでーす。告知どうぞ。ですね、私お岡大河大河くん朗読劇がですね、朗読劇5月、あれ朗読劇だったんだ。そう、はい、5月の、7から12ですね。お、5日間、5日間、はい、ありますのでぜひ皆さん来ていただきたいなと思います。いや、ごめん、6日間でした。6日間です。7、8、9、10、11、12、12ですね。はい、ぜひ。場所はどこですか？あ、三越劇場です。あ、三越劇場、銀座。はい、銀座の三越劇場。銀座の三越劇場結構でかいところじゃない？結構でかいですね。すごいね、朗読劇でそのでかさで。確かにキャストもすごい豪華だったのね。はい、話がね、本当に面白いんですよ。あ、もう読んだの？読みました、読みました。あの、はい、もう本も出てるやつなので。お、そうなんだ。あれなんですけども、皆さんぜひね来ていただけたらなと思って。行きまーす。お願いします。うん。とあともう一つ、あの終わったんですけども。終わった？あのこれ流れてる時にはもう終わってるんですけど。もう放送されてると。初恋ハラスメントっていう中京テレビでですね、25時からやってたんですが、ですが、これ
めちゃくちゃおもろくて、皆さん TVer でもまだ見れるので、もうぜひ見ていただきたくて。はい、初恋ハラスメントという番組。はい、初恋ハラスメント。その、好きだった人が、いつの間にか鬼の上司になってしまった。うん、はいはい。感じなんだけど、うん、それとはまた、別でね、うん、ちょっといろいろあるんですよ。はい。いやー、どこまで行っていいかわかんない。もうでも出てるからいっか。難しいな、こういうのって。言ってみ、一回。言っちゃえば、うん、その初恋ハラスメントをやってた現場が、そもそも、うん、ハラスメント起きてて、一人亡くなっちゃって、その人が、はい。ちょこちょこ出てくるような、ちょっとホラーみたいになってます。ああ、はいはいはい。言っちゃえば。そう、亡くなっちゃった人がね。はい。うん。だから、初恋ハラスメントっていうその物語と、もう一個その初恋ハラスメントを撮ってた現場っていうもう一個あるの、うん、そこでもハラスメントが起きてるっていうのがね、ちょっと不思議なお話ですね。不思議なやつだから、ちょっとね、見てほしいなっていう。いいね、 TVer で見れるんですね。 TVer で見れる、はい、のと、はい、同時に、はいはい、今回のこれを作ったプロデューサーがですね、プロデューサー、はい、私の、高校の同期でございまして。うん、おぉ、初めての、高校のやつと仕事するっていう、ね。すごいね。いや、感慨深かったっす。すごいね。でも、なんて言ったって、向こうはプロデューサーですから。確かに。いや、まあ、一番偉いわけですよ、じゃあ。すごい。なのにね、いや、 やっぱ、俺の友達は最高だなと思って、うん、エキストラでね、その AD にね、あ、すいません、ちょっと右、お願いしますって言われて。あ、はい、ちゃんとやってた、プロデューサーが。いや、いいやつだなと思って、やっぱ俺の友達違う。あ、エキストラとして入ってたってこと。そう、 AD 役的な感じで。 AD 役というか、普通にエキストラ役としても出て、そう、プロデューサーがで、監督にそっち右みたいな言われて、そう、 AD に、はい、AD に言われた。 AD に、あ、すいません、ちょっとプロデューサー、ちょっと右です、はいって言って、はい、いいね、そういうプロデューサーマジでいいやつすぎてビビる、うん、そのプロデューサーの初ドラマでもあるから、ぜひみんなに見てほしいな。一緒に仕事できたわけね、うん、素晴らしい。どこまで行っていいかどうか分かんないけど、まあ、とにかく中京テレビ TVer 見れるわけね。初恋ハラスメントで多分調べれば TVer で見れますので、はい、わかりました。皆さんぜひお願いします。はい、以上です。はい、中京テレビで思い出したんですけど。中京テレビで思い出したの。僕も過去に出てたやつがなんかAmazon プライムで見れるらしくて、本当にちょっとしか出てないけど、うん、セリフもらって、なんかあったんだけど、いつ、なんか、まあ、バラエティドラマみたいな感じ、バラエティの再現ドラマみたいな、うん、そうで、まあ、番組名は不覚にもキュンときたっていう中京テレビのあるんですけど、 Amazon プライムビデオの中京テレビセレクトの中に掲載されるらしいんで、へえ、はい、探してみてください。で、はい、指原さんのやつじゃない、それとは違うそれは違う。指原さんじゃない。違う。あ、いや。違う。違う。指原さん。違う。ヒロミさんの。出てません。出てない。ほぼ出てません。あれ、出てなかったっけ、うん、プロタン。幻です。プロタンさん、はい、いたのにね。いた気がしますけど、幻です。いいね、大輝さんとかね。うん。あと別で TikTok のね、ショートドラマみたいなのも出てるんですけど、え？ TikTok なのか、まあ、ちょっと待ってくださいね。聞いてないな。うん。言い忘れてました。で、これはちょっとね、お金がかかっちゃうんだよね。お金がかかるの？ TikTok で？そう。いや、中国版 TikTok みたいな。動員ですか？動員？シャバダバダ、シャバダバダ、シャバダバダ、This is 動員。それ強引だな。あ、強引か。言ってたね！思い出したわ。中国のアカウントでみたいな。そう。中国企業のか。企業っていうか、まあ、中国の、なんていうの、それこそプロデューサーも中国人で、監督も中国人で、撮影スタッフも全員中国人。動員入れたいんだよね、俺。TikTok ショートっていうアプリがあるらしくて。TikTok ショート？はい。TikTok ショートっていうアプリがあって、うん、それで、10話まで無料。ほう。でも、トータル40話ぐらいあるの。本当に1分。1分のドラマが40個。多いね。そう。あるんだけど、その中に、で、僕が出てるのは、夫の浮気、女の本音っていう、浮気、女の本音っていう題名のドラマに少しと、
お嬢様はただいまインターン中っていうのに結構出てます。え、そのティックショーとはまた別なの？そうなんです。TikTok にもあるんですけど。あ、あんの？あ、トップショートかも。トップショートでしたよね。トップショート、うん、トップショートっていうアプリで見れるみたいで。あ、これですか？それです。に今ちょこっと映ってる。で、10話以降なのが有料なので、11話以降有料なので、なのでちょっと探してみてください。ちょっと多いです。お時間ある方は先輩、はい、見てみてください。多いですよ。はい、ちょっと多い。たくさんあるんでね。ちょっともう一回言ってください。はい、話数はね、ちょっとね、おいおい、ちょっと。おいおい、ちゃんと調べて。何話だったっけ、何話から出てるっけっていうのね。ああ、なるほど。台本とか見て、あれしますけども。出てるので、はい。ぜひ。はい。ぜひお願いします。お願いします。はい。はい。まあ、こんな感じですかね。これからもっともっと告知タイムが長くできるように頑張ります。頑張ります。そう。そして最近思った、オーディションに落ちたって言わないようにしよう。選ばれなかったって言うようにしよう。それだけでね、落ちたの下にボンって落ちてる感じ。選ばれなかったはただ光が当たらなかっただけ。なるほどね。ってなっちゃうっていうイメージが俺の中であるから、はいはいはい、ネガティブ要素を消して、はいはい、今回合わなかっただけで、そう、合わなかった、落ちたわけじゃない。合わなかった、ね、そう、落ちたわけじゃない。選ばれなかったってだけで、見る目がなかった、ね、そう、それは言い過ぎそれは言い過ぎです。向こうの見る目、それは傲慢です。傲慢です、はい、傲慢ですですので、はい、そういうね、心の持ちようね、心の持ちを大事です。そう、すべてにっていう気持ちで頑張っていこうと思います。はい、ということで本日もありがとうございます。37回です。40回目前、早いね。40回もしかしたら、もしかするかも知れないので楽しみにしていてくださいはい、ぜひお願いします。それまでに登録者数増えるといいな。増えるといいな。増やしに行こうはい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。お送りしましたのは堀田久美と大川拓也でした。また来週。アサルウェゴー、覚えた覚えた。